はい、お帰り。ああ、ついに出発です ね、 ねちょっと急がんと行こう行こう。名残惜しさに浸ってる暇もないね。さらばさらば北海道、いや、まだだどうしよう、ターミナル間違えてたらでも近かったよね、猫。あ、そうだっけ。近かった、津軽海峡があるんだけど、津軽海峡だったと思うわ。はい、スマートチェックインゲートっていうのがあるの。お、そのまま行けんの。すごくない？すごい。フェリーもスマートチェックインの時代なんだ。はい、ワンボックス乗用は右側。すごい。もう一個しかないの。シンフォニー泉。イエーイ。やっと。今スマートチェックインしてみます。画面をタッチしてください。はい、出てくる。はいQR コードを話してください。いいか。体調悪い人はいない。いないです。お、おー、取れてる取れてる。マリコ、うん、どうしようかな。どうする。え、そんだけでいいのかな。車検証とか見せなくていいのかな。おお、すごいね。すごい、いっぱい出てきた。すごい、すごい、すごい。お、危ない、飛んでいきそうや。え、すごくない？終わり？4枚出てきたよ。大間行き、でかー。でかい、これをダッシュボードに。はい。いただきます。で、どこ行ったらいいんだ？あー、書いてある、書いてある。あ、本当？ターミナル大間行き、待機駐車場。お、じゃあとりあえず行ってみよう。おい。え、一瞬だったね。一瞬、え、めちゃすごいね。すごい。1分もかかんなかった気がする。よかったー。よかったね。これっぽいね。これだ、これだ。大間行き、あ、乗船車両。あー、いい青空。キャンピングカー列ではないんだ。確かに。なんか、だったね、普通車。あれだね、乗るの。おお。大観丸に乗ります。だいぶちっちゃいね、この前乗ったやつより。そうだね。うん。ということで、ついに北海道を去りますね。寂しいよ。寂しい。ちょっとなんか実感湧かない、もはや。ね。いやでももう出ちゃったらあっという間なんだろうね。ね、そうだよね。うん、今回の道のりは、うん、行きがね、大洗からフェリーに乗って苫小牧っていうね、もう直行ルートだったんですけど、うん、今回はここ函館から青森の大間までっていうすごい短い距離のフェリーに乗ろうと思ってます。ちなみに値段は車と人間2人で 15,450 円でした。だいぶやっぱ安いね。うん、安い。59,000円ぐらいだったよね。そうそう、しかも 10% オフとかの割引効くんで、うん、割引効かないと7万近くだったよね。78万ぐらいした。そうだよね、うん、まあその青森から東京まではもうちょっとね、週末に予定があってどうしても行かなきゃいけない用事があるので、あんまり寄り道せずね、うん、直帰サクッと帰ろうと思います。はい、ただね、ちょっとね、うん、一件だけちょっとお楽しみな出来事があるんですけど、うん、ある方にお会いしてから、うん、まああとは運転だけ、うん、サクッと帰ろうと思ってます。そうだね。大間のマグロだけは楽しみ。あ、そうだ大間のマグロ結構大イベントじゃない。大イベントついてすぐ今日大間のマグロ食べる。 ね最高。最高です。そのために朝ごはんは抜いてます。そう、じゃあちょっと待ちますかね。待ちましょう。いやー、北海道から離れるのか、ちょっと移住したいぐらいに。本当そう思った。ね、雪さえなければ、ね、冬を越せる気はしないけど、ちょっと雪をね、知らないからさ、うん、なんとも言えないけど、うん、
1ヶ月半いた感じだと移住したいよ ね最高じゃない全てが最高。どこの市に住みたいとかある？市？町？難しいね。でもやっぱ札幌いいな。なんだかんだ便利だったね。うん、やっぱさ、うん、都会と自然のバランスがめっちゃいいなって思った、ね、本当だよね。もうちょっと離れたら山も海もある感じ。そうそうそう、ね、でもここ函館もいいなって思った。私も、ね、上士幌とかで田舎暮らしも憧れる。うん、うん、ね。乗船券ございます。はいはい、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回私も乗れる、もしかしてね、思った。歩行とかないね。ぽいね。一緒に乗れんの？あ、よかった。やったー、安心。それはよかった。お、この列が動き始めました。わかりやすくていいね。うん。カードが挿入されています。カード有効期限は2026年。もうまっすぐ入れるんだ。単純にまっすぐ入れるだけなんだね。簡単でいいね。終わり？早い。終わりだ。サンクラワーもカーブカーブだった。下船の準備をお願い申し上げます。目立つ。戻ってきました。
まっすぐ入ってまっすぐ出るだけっていう、だったね。いや本当に津軽海峡フェリー、あこれに乗ってたんだ、うん、あ着きましたね。着いた本州に来たね。早かったね、寂しい。あっという間だった本当に、ね、あでもなんか全然雰囲気違くない。確かに本州って感じする、ねなんかこのちっちゃい家がいっぱい建ってる感じ、面白い感じする。なんか広い道がない。ね。じゃあ早速真っ黒。真っ黒。イエーイ。嬉しい。ちょっと7分ぐらい走らせます。はい。お願いします。はい。青森県入りました。イエーイ。やったー青森。ただいま本州。本州。まだ。東京までは相当距離があるですね。まだ11時間ぐらいあるから。何キロあるんだろう東京まで。何キロあるんだろうね。東京までは860キロあります。笑った遠すぎ。笑った報酬投げ。あけみちゃん号だっけ。あけみちゃん号行こう行こう。見つけました。あけみちゃん号行ってみましょう。美味しいよ。どっから入るんだ、はい、やってる。え、やってない。そん。え、うっそん。あれうっそん。え、うっそ。え、嘘やん、どうしよう。え、かっこばすぎちゃった。どうしよう。予定変更。あけみちゃんあけみちゃん、どこ行ったの。一応この辺のには海峡層みたいです。じゃあ海峡層行くか。本日マグロの入荷がありませんでしたので。え、ちょっと待って。え、なんで。本当に行ってる。本当に。え、ちょっと他のとこもそうなんか。え、ちょっと待って。え、マグロ食べれないの。ちょっと待って。私たちはどれだけ神から見放されているのか。あれはあそこの塩サイズ。え、もう、うん、そこみんな入ってってるね。悲しい。いや、そういうことなのかも、もしかするとあけみちゃんも。なるほどね。書いてないだけで。マグロがないんだ。マグロが今日入荷してない。そういうこと。あ、マグロ切り落とし定食1600円。あ、いいじゃん。ここにしよう。お食事どころ塩菜です。マグロ切り落とし定食1600円。安いじゃん。これでしょ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マグロ切り落とし定食です。念願のマグロ。めっちゃ美味しい。ご飯も美味しい。いい顔でした。めっちゃ美味しい。なんだろう。すごいさ、うん、赤身なのにね、うん、口に入れた瞬間すごいとろけた。うわ。
よこの辺の紅葉。何だなこれ。川の流れ結構速いわ。本当だ。怖いね。川遊びとか楽しそうだね。なんか雨もいいね。うん、悪くない。なんか路面が光ってて綺麗。ちょっと紅葉で一番感動してるかも。分かる。このなんか道の雰囲気とあの川がある感じもめちゃくちゃ好き。うんうんうん。電源付きのサイトに泊まります。めっちゃ良くない？ここすごい綺麗、ね、なんかもう季節もちょうど良かったし本当だよ ね、 ねめっちゃ綺麗なんだけど。超綺麗だね。車の色とこんなに合うキャンプ場初めて可愛い、可愛い。ホテルトワラ荘に来ました。今までのホテルの中で段違いで高級ホテルです、ね、これで一人500円すごくない？すごい。うわーなんか青森に来たんだ ね実感してるわ。全然違うよ雰囲気が。お、写真撮影用。わかんない今ホテルの中に滝があるんだけど、すごくない？どういうこと？どういうこと？はい、実際めちゃめちゃ500円でこの氷がすごい。やばすぎる、やばすぎる。めっちゃ気持ちよかったね。あ、気持ちよかった。今日のご飯はさっき温泉の近くの商店で買った十和田バラ焼き B1 グランプリ。これ冷凍だったんですけど温泉の時に外出しといたらいい感じに解凍されてます。めっちゃいい感じだよねめちゃいい料理しごろ、うん、あとは野菜たち、ヤーコンと人参できんぴらと、あとはまあこっちに混ぜて使おうと思います。でね、ここはおつまみなんですけど、ジョッパリっていう日本酒を買ってみました。ジョッパリってどういう意味？調べたら津軽弁で、うん、頑固者とか、うん、生意気とかなんかそういう意味だったような気がする、だから辛口らしいよ。うん、いいね。大好きないいね。じゃあね、お店の人に聞いたんだよね、辛口のお酒教えてくださいって。そう、ちょっとジョッパリって言ってた。今日は運転ありがとうね、うん、なんか疲れてるだろうから全然なんか寝てていいからありがとう、優しい準備ありがとうね。じゃあ今日はサクッと作っていきましょう。はい。いただいたこのネバルンです。ちょっとね、前に買ったこの味噌汁の中に入れてみます。いや私とろろ大好き。美味しそう、ね、めっちゃいい香りするんだよね。トワダーバラ焼きとは牛のバラ肉と大量の玉ねぎを醤油ベースの甘辛炒めで味付けし鉄板で焼いた料理。米軍基地周辺の屋台から生まれたらしい。へえ。入れます。はい。おお。肉ちゃんと入ってるね。ねえ。おお、なんかすごいね。ね。絡めて。いや。絡める。
待って、めちゃめちゃ美味しそうなんだけど。本当だ。すごい。すごい。甘辛醤油のいい匂いがする。美味しそう。できたー。見た目肉じゃがみたいだね。ね。匂いもちょっとそれっぽいよね。ちょっと近い。器に盛ります。いい音だ。いい音。ねえ、ヤーコン1対ニンジン5ぐらいある。バランス。バランス。ほぼニンジンチンピオン。調味料入れます。少し置きます。じゃーん、今晩のご飯ができました。はい、わー、きんぴらと B 級グルメ十和田バラ焼きとしじみとろろ味噌汁です。お腹すいた。お腹すいた。美味しそう。お待たせお待たせ。ありがとう。ありがとう。食べよう。食べよう。やばい、休んで。頑張ってください。待って待って待って。おお、ちょっと。左足するかと思ったよ。うん、豪華豪華だよね。机いっぱいになっちゃったね。うんうめ、うん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 、ヤコも合う。うんうん、よかった。めっちゃ美味いね。うんうん、これはご飯が進みますね。しじみとかも合います。いや、美味しいね。うん、ドロロ入ることでまた全然変わらない風味ね。美味しい美味しい。なんか合います。うん、美味しい。東北を感じる。荒々しい海を想像させますか。うん、です。美味しいです。満足。うん、うん、辛口。うん、結構辛いね。うん、しじみ一の方です。見えてない。あ、あれ食べ終わったつもりになった。中残りして。私のしじみ一残しよりはあなたは中残しぐらいしとるよーって。びっくりしたんだけど。思ってました。終わってたです。ごちそうさまでした。よいしょ。寝ます。今日も寒い。寒い。本当寒い。ね、じゃあ消すね。うん。ね、長かった今日。長かったね。ね、だって七色の苗で目覚めたんだよ私たち。そっか。ね、すごくない？もう青森の真ん中ぐらいにいる。うん。おやすみ。おやすみ。